これだって傘がついて私みたいだ。確かに。うま。父の味。これはハワイの味がするわ。飲んでハワイの味。ああでもうまいな。クローズカップルはうまいな。めっちゃおいしい。これいいじゃん。はい、ここがまず取れてる。これがですね、第三の不吉な未来を表してますね。何これ？ロブスター。これロブスターです。ロブスターとマグロのカルパッチョとサラダ。ここにいるのに4本しかない。いいよ、財産と俺シェアする。うん、すごいね。何が？なんだろう。ちょっと暗いから。うん、そうなんだ、ね。何が全然違うの？いやなんかね、ちょっとね。うん。ね。ほら、ネズミ男がいる。はい。ネズミ男がいるよ。何何何。ハワイだろうと暴走の海だろうとまあ変わらないわけですね。お客さんのノリがすごいです。激しい。暑いね。あ、なんかそう、よくわからない暑さが不思議な感じ。本当文化祭と同じような。そう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 。1,2,3 で鼻ふげつやりましょう。頑張る頑張る。 OK 1,2,3。見てるとソの音出すときに必ず左側を出すのよ。今ここが花風月の物販でサインも。今ダイさんがですね、 T シャツが欲しいと交渉中です。果たしてもらえるのか。 M VTR がね、これ僕のメイクさんにお土産です。みんなさ今ドン引きしてたよね。
何が。ちょっと清が嬉しそうにしてるの撮るから。そうそう、このお店はね全然悪くない、普通のお土産屋さんなんだけど。悪そうに見える。はい、はい、自分撮ってる。はい、せーの。あれ自分撮ってるよね。カメラ目線したもん、ちゃんと。はい、撮ります。あ、これいいかも、むちゃくちゃ。あ、これめちゃくちゃいいよ、これ。サンダル買ったんです。いいでしょう。買ってもらったんです。いいでしょう。今ですね、2日目のハワイの夜の、深夜11時ですね。何してたかって今まで買い物してましたね。あ、そうですね、ご飯食べた後はひたすら歩いて、ちょっといろいろ気になったお店を物色したりとか。僕はね、サンダルをゲットしたんですよ。これ第3おすすめのサンダル。これ何がいいんですか。もうね、深いんですよ、このサンダルは。本当にあの、僕も本当欲しかったんですよ、このサンダル。このサンダルでしょ。そう、これね、これね、装飾も綺麗なんですよ。メイドインハワイでね、すごいんですよ、これ。基本的に全部裏もレザーで、いや、これすごくね、履きやすい。ダイさんのやつ見せてくれた。これもね、別のお店でハワイで買ったやつなんですけど、これこれです、ものすごい気に入ってるんですけど、そのサンダルをね、履きこなせるのはやっぱりこのセンターしかいないと思うんですよ。これでね、明日本番したらもう僕らは帰らなきゃいけないから。そうですね。あとは何ができるかっていう感じなんですけど。何ができるかね、スキューバできるかますかね。でも気合いじゃないですか。水着をあと買ってビーチには。水着すら持ってないんですよ。水着を買ったらビーチに行こうって言うんだよね。あのね、立ってこうやってやる、サーフィンの上に立って漕ぐみたいなやつ。パドリングがしたい。あれはね大変ですよ、本当に立つのが。でもね、僕多分上手だと思うんですよ。いや、あれは難しいよ。
マ花風月ライブ in ハワイが終わりました。ありがとうございます。マハロー。ですね、花風月で実は海外でやるのは今日が初めてだったんですけれども、はい、なんかその花風月ってアコースティックだからどんなテンションで来るかなという不安があったんですが、始まる前から歓声がすごく聞こえてきていて、ね、どんな感じになるかなって不安はあったんですけど、まあ終えてみたらアコースティックはアコースティックですごく独特な聴き方で、うん、楽しんでもらって詩吟の途中でさ、あーあーって伸ばしてるとさ、うわー、だからいつもより長く伸ばさせていただきましたね。天空の部分で一番こうキュアってきたから、うん、あじゃあそうしようと思ったし、うん、創業部2人のデュオもやったんですが、あれ見てる時に今までで一番盛り上がったね。そうやっぱり第3のパフォーマンスが大きい時にすごく歓声来てて、特にこう駆け上がるとか、やっぱ高い音ビーって伸ばすっていうのに、いっぱいこっちの方は反応してくれるんだなっていうのをすごく感じたし、あのね、大さん、あ、よかったよ、花があって。あ、よかったよかった。あのね、花風月の花は譲るよ。いや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 、今日からね、これをそちらに移し替えて。いやここにね。でもね、いや今日もやっぱりね、MC が基本的に英語だったっていうのがね、よかったよ、ダイさん。いやー、英語の、ね、アドリブに弱いなって思いました。ちょっと今練習しよう。いやいや、ちょっと変わる。やめそういうの本当に練習した方がいい。いやーね、ゆうこさんずっと英語使ってたよね。必死で、もう嫌でしたね。途中でなんか歌うとか踊るとかがなんていいんだと思いながら、うん、英語の MC 大変。よかったのは、一応ちゃんと通じてたっぽい。そうね、僕たちは何となく結構言ってることは最低限のことだけを通じてたっぽいですね。うん、そうですね。ずっと通訳の方が、うん、大丈夫だって言ってくれてますけど、はい、多分大事なところは伝えられたんじゃないかなと思います。うん、はい、それからなんか特に今回ハワイではちゃんとした文法になってなくても、なんとかこう伝えようと思って言うと、みんな温かく受け止めてくれるなと思ってから、私基本的に日本語も下手なので。そんな暴露をしなくても別に大丈夫です。うまく単語をつないでいくじゃないですか、日本語も。だから英語も同じようなもんだなと思って。単語で話せると。まあお客さんがね、ともかく本当にノリノリのお客さんたちだったんで、うん、すごく僕たちもやりやすい環境で、まあ緊張せずにちょっと英語を喋ったりとか演奏したりとかして、うん、すごく温かく迎え入れてもらえたかなと、はい、今回はかわいい本っていう日本の今の新しいこう文化に、うん、のこう好きな方が集まっているので、アニメとかおたげ出ましたね。出てましたね、びっくりした。でも最後の千本桜でカーンって引っ掛けて、あれ待ってたよね、ずっと。そうあれ朝さんかなと思ったけど、でそこでなんかライトの色も変わってね、そうびっくりしましたけど、なんか日本のこと大好きなんだなって思ったんで、ボーカロイドもやってみたり、今回は打ち込みのオケを流しながら花風月がいつもやらないような見せ方もしてみたりしました。すごく楽しかったですが、ハワイは自由時間がもうないので、また必ずリベンジして、そうですね、また来たいですね。そうですね、ハワイの風すごく気持ちいいので浴びに行きたいなと思います。花風月は花風月でまた海外の展開していけるように応援してください。楽しかったです、ありがとうございました。以上、花風月でした。マハロー。Do you like 花風月？花風月好きです。花風月っていうか、なんか和楽器バンドもすごく好きです。どんなところが好きなんですか？まあ、そんな、まあ、コットとか、尺八とか、演歌もそんなシリーズの音楽がすごくあるんですけど、河合大学でコットの授業がありますので、まあ、和楽器バンドを聴いたら、その授業を取りました。なんかやってみたいと思って、そんなにできないですけど。OK、ありがとうございます。日本語上手ね。そんなことないですよ。Thank you。Do you like Hana Fuget's music? Yes, and I like the instruments and the vocals. Very good. What do you say?
ハワイ最後の夜です。ダイさん転んだね。ダイさんどうしたの。見て見て見て。ダイさんどうしたんですか。脱げました。なんで引っかかっちゃった。今日はねここのねソラブル、ソラブルでねご飯食べて、これからタクシーに乗って、日本まで帰るところですね。え、そうなの。鉢寄せてない。え、あれ、ほら、ゆうかさんもうちょいこっち来て。そう、これで今3人映ってるから。ビデオでしょこれさ。やばいじゃん、鏡と鏡合わせ鏡。危ないね。危ないっすよ、大さん。お分かりいただけたのか。今鼻ほじったでしょ。ほじってないです。ただいまですね、ハワイ時間の10時44分。はい、ホノルル空港ですか。はい、1時の便ですが、10時にはもう荷物を預け終わり、はい、ここから約3時間、あ、3時間待ちですね。はい。暇です。はい。どれだけお金使えますか。どれだけ飲めるかという話ですね。お、言ったね。いや、なんかね、いや、ごめんね、逆光でね、結構黒いんですよ、2人が。今日ね、あれですよ、フォトをね、預けるのとかね、はい、だから自分たちで国旗を運んでるので、どれぐらい時間かかるかなと思ったら、まあそうですね、なんかマラソンで道が封鎖してるって情報もあり、ちょっとビビってたんですけど、まあ高速道路は全然ね、スイスイでしたね。これは何ですか。チチユ。チチ。ここに来てからね、初めて結構飲んでる。チチとは、でももう覚えてない、何が入ってるの。ウォッカのミルキーな感じの、ウォッカのミルキーな感じのパイナップルとココナッツとウォッカと。なるほど、ハワイのカクテルなんですね。あ、でもシェイカー使ってないよ絶対。違うわ、シェイカーからこれ出てきたらびっくりする。いや、もうローソンなんで。はい、なんかね、お酒飲めない人に説明するとしたら、パイナップルのシャリシャリジュースです。うん、なるほど。で、こちらはハワイのビールですね。ロングボート、ロングボート。いや、さすがに長いですね。いや、長さは一緒なんですけど、こちらビッグウェーブ。これビッグウェーブですね。いや、同じなんですけど。ということで、空港の中のお店で、もう第3が大変だったんで捕まっちゃって、最後スムーズにいたの。あ、そうですね。あの尺八のマイクの、あ、多分こっちはね、バッチリ綺麗に映ってますよ。当たってると思います。あ、いい感じじゃん。髪長を左右に舐める。ね、髪長を左右に舐める。リュックの中にね、これが入ってたんですよ。マイクの接続部分ですね。これが多分ね、こういうあのスパイがよく使いそうなパシュッパシュッっていう何かに見えたんじゃないかっていうので、荷物をね全部開けられまして、これが出てきた瞬間に、あー、マイクロフォンって言ってね。初ハワイどうだった。初ハワイ楽しかったですよ。ざっくり何が一番印象に残りました。あのね、エレベーターが油圧式だったんですよ。これあのさっき水から見たやつ。そう、油圧式がどういうことかっていうと、下からこう上にプッシュアップ上げるやつなんですけど、あれ日本じゃないですよ、貨物用しかないよね。あ、そのプッシュアップ式のエレベーターを顔で表現してみて。どこが開いたの。どこが、何が開いたの。いやいやいや、油圧式のこう下から伸びてる棒があって、うん、エレベーターっていう感じじゃないですか。あ、よく映ってるわ、うん、今のところだけね、永久リピートで。エレベーター、エレベーター、エレベーター、エレベーター。今日の朝、まあ、あの朝早朝、朝に海行きましたね。泳がないつもりだったんですけれど、なんか浜辺でずっと波の音聞いてたら、だんだん暖かくなってきて、泳ぐ人が出始めたんですよ。なんかそれを見てたら、そうそう、それを見たらね、あ、なんか気持ちよさそうだなと思って、まあ、着衣のまま海に。ダイさん行っちゃえよって言ったら、まあ、でもゆうこさんも行って。私はだったら水着だもん。そうなの、あれは水着なのか。あの上になんだっけ、パ完全に騙されましたね。いや、僕はそれで、パスポートとかもうちょうどポケットに入っちゃってたんで、まあ、それを砂浜に埋め、見つからないようにし、まあ、泳いできました。
アップしすぎ見して埋めてるやつね。映る？ギリギリね。こんな状態だ。僕は今回サイン会とかやっている時にあんまり写真見せてる。これ。すごい、あれでしょ、遭難した人を探しに行ってる海猿の方ですよね。まあ泳ぐのは結構好きなので、まあ、気持ちよかったし楽しかったこれママ、僕泳げたよっていう習慣でしょ。じゃあもういいですかね。感想を言わせてください。僕にじゃあちゃんと締めてください。いや締めっていうかあれですね、サイン会。あ、そう、さっきからその話しようとしてたね。そう、仕事してたもう終わろうとしちゃうからさ。いやすごいね、今回ね、人の顔を、来てくれた人たちの顔すごいよく見てたんですよ、うん、親近感が湧いたんですよね、うん、なんか同じものを共有してるんだなっていうのが、まあ、ライブをしてても直接こう話をしててもすごく、まあ、来れてよかったな。まあこうやって花風月でもいろいろ海外でやれたらいいですね。すごく喜んでもらえるんだなっていうことも分かったんで。そう、思った以上に盛り上がってましたからね。そう、これ日本の人にはね、多分想像もできないぐらいの盛り上がり。あのね、どうやってどういう感じって思うかもしれないけど、日本人が想像してるレベルを超えて盛り上がったんで、本当に。冗談抜きでね。冗談抜きでね。で、あれシーフーって何なの？え？すごいシーフーって叫んでくれる子いたじゃん。ライブの合間合間で。なんかあったね。シーフーがハワイで家みたいな意味。おお。掛け声。そうなんだ。じゃあ。ちゃんとハワイ語で言えるって。そうだ、すげえハワイ語だと思うんだよね、あれ。そうなんだ、それ嬉しいですね。じゃあ、大ちゃん、最後その掛け声でもらっていいですか。今回のね、3、2、1っていうカウントから掛け声入れるっていうのが今回のトレンドだったんで、いきますよ。チーフ、チーフ、いきますよ。はい、3、はい、3、2、1チーフー花風月でした。